福島第一原子力発電所では地下水が原子炉のある建屋内に流れ込み汚染水が増え続けています。汚染水は主な放射性物質であるセシウムを取り除いた後一部は原子炉の冷却に再使用し残りの水を発電所敷地内に建設したタンクに貯めています。これまで汚染水の発生を抑えるため地下水を汚染源に近づけない対策や 保管している汚染水を漏らさない対策をとっていますがこれらの対策とともに汚染源を取り除く対策としてタンクに溜める汚染水を浄化することが汚染水問題の解決には不可欠ですセシウムを取り除いた後の汚染水にはストロンチウムが多く含まれていますタンクに溜める汚染水からストロンチウムを除去することはタンクの汚染水が万が一漏洩し土壌や海洋が汚染するリスクを減らします ままた、発電所周辺地域のの放射線量量や作業員の被曝量を低減すすることができます早期の浄化に向けて、現在、多角種除去設備のほか、汚染水中のストロンチウムを除去するためのモバイル型ストロンチウム除去装置の導入や、セシウム吸着装置でストロンチウムを取り除けるよう改良するなど、多重的に汚染水処理を進めてまいります。 今回は汚染水を浄化する設備の一つである多角種除去設備の仕組みを紹介します多角種除去設備は汚染水に含まれるほとんどの放射性物質を取り除くことができます多角種除去設備で汚染水を浄化する仕組みは家庭用の浄水器に似ています浄水器は水道水に含まれる濁りや鉄錆などをフィルターを通してろ過することで水を浄化します 多各種除去設備では吸着剤という粒状の物質をを使って汚染水を浄化します。吸着効率を上げるためあらかじめカルシウムなどを取り除いた上で汚染水を吸着剤に通しストロンチウムなどの特定の放射性物質を取り除きますさまざまな種類の吸着剤に汚染水を連続で通しながら次々と放射性物質を取り除いていき浄化します 平成25年3月より試運転を開始し、現在も浄化能力の確認などを行いながら汚染水の浄化を進めています。平成26年9月には、多角種食設備の増設が完了し、汚染水を使用した浄化性能の確認試験を開始しました。この設備は、季節の設備での運転経験をもとに様々な改善を重ねてきましたまた。 平成26年10月には、高性能高く除去設備の試験運転を開始しました。この設備は、季節の設備と同様の除去性能でありながら、浄化処理によって発生する廃棄物の量が少なくなります。これらの設備の増強により、汚染水の浄化が加速することが期待できます。なお、汚染水に含まれるトリチウム水は、通常の水と区別できず、 取り除くことが極めて困難ですトリチウムは大気中の水蒸気や海など自然界に存在し放出するエネルギーがとても小さいため他の放射性物質と比べて人体や環境への影響は極めて小さいのですが現在、社外の有識者とともに適切な処分方法を検討しています。私たちは安全かつ着実な廃炉に向けて 一刻も早い汚染水問題の解決に取り組んでいきます。